私知ってるのは、こういう会見で演出家が何を喋ってもコメントとして使われることはまずない、まあ、大体長澤さんの言葉が使われるということは分かってますんで、無駄なことを言ってもしょうがないんで長澤さんに言ってほしい言葉を言います。松尾さんの独創的な演出により芸術的かつ娯楽性の高い素晴らしい作品になったと思いますと長澤さんが言うと思いますもう一回言ってもらっていいですか。もう言わないそうですね、松尾鈴木さんの、芸術的かつ斬新な演出ちょっとやめますけど初めて あのミュージカルなんですが、そうですね、本当にここにいる先輩方に支えられて、稽古を今日まで乗り切ってきました。初めてなことなんだけれど、すごく楽しく毎日稽古ができていたので、その稽古場の同じ気持ちを、お客さんに、届けられたらなと思います。ご覧の通り普通の人間ではないですが、こういう役どころですので普段の日常にない世界をこう飛び込んで私も演じてみたいなと思っております。松尾さんから松尾さんに私の方からどういうキャラクターで作ったらいいんでしょうかって言いましたら、まずちょっとゲイで言ってくれと言われまして、ゲイ研究をした結果がこれです。どうぞお楽しみに。キャバレーの松尾さんの作品で再演ということで、真ん中の僕ら3人がこう新たなメンバーとして加わったんですけども、客観的に見れないもんでこうまとまってるのかというのはちょっとわからないんですけども、すごく本当に空気がいい素敵なカンパニーに入れていただいたなという気持ちでいっぱいです。恋の相手ということで紹介してもらいましたけども、長澤さんのファンに殺されないかなと殺さないかな、はい、すごいなんかそういう、 こうべったりしたシーンもあったり、ちょっとドキドキするシーンもあるので、ぜひ早く皆さんに見てほしいなと思っております。明けましておめでとうございます。松尾修です、本年もよろしくお願いします。今年の抱負は頑張っていこうかと思っているので、ちょっと頑張りをちょっと今回見せようかなと思ってます。そして松尾さんのキャバレーにがまたやれるということで、これは本当に稽古中からずっと毎日楽しくて楽しくてしょうがありませんので、本番終わるまで最後まで楽しんでいけたらいいなと思ってます。以上です村瀬瀬美之助です。こんにちは。はい、今回はですね2回目10年ぶりの、はい、エルンスト役です。で、ね、ドイツ人役なんで外人なんでどうしてもキスとかしなきゃいけないんですけど、ちょっと長澤さんにキスが下手と言われてしまいました。今言ってないです。ケンケン、すごいいいよ、そういうの 使われるからキスをした時にこうすごいこう唇を中央に寄せすぎて唇が硬いって言っただけです、はい、今、はい、唇を柔らかくして頑張ろうと思います。よろしくお願いします。以上です。そうですね、本当に10年ぶりのキャバレーで、今回本当にみんなカンパニーがペッペ君が言ってた通り仲が良くて、空気も新鮮で、この仲の良さと、あとキラキラした松尾さんのキャバレーの世界を、お客様に届けられるのが楽しみです。人よの夢みたいなお話なんですけども、その余韻に浸りながらお客さんに家路についていただきたいなと思っています。頑張りますこのキャバレーは10年ぶりで、前回も本当楽しかったし、私の役はとても素敵な役で、またできることはできて光栄です。松尾さんの芸術的かつ独創的な演出をご堪能くださいお待ちしております本当におかげさまでたくさんの方に来ていただけるっていうのはもう分かっているところもあるんですけど、そこでどういうふうに自分がこのキャバレーというお話を見せられるのかなっていうので、今はまだ不安はありますが、本当にこんな素敵なカンパニーで、このキャバレーをやれることが私はとても幸せですし、本当に細部まで
今日の衣装もそうですけど、その時代を、衣装や小道具や、踊りや歌、そしてお芝居で、楽しくこの作品を、届けられるんじゃないかなと思ってます。それを、楽しみに、見に来てくださったら嬉しいです。長くなってすみません。よろしくお願いします。はい、本当に、冗談でなく音楽好きな方、ダンス好きな方、お芝居好きな方、全て全方位に向けて、楽しめるし、かつ考えさせられる、お芝居になったと自負しております。プロフェッショナルが集まって見せた技をぜひ、見てください。よろしくお願いします。